プルプル、サラリーメタリンの世界一当たらない取り紙反省会。どうもどうも、サラリーメタリンでございます。2023年7月第2週、土曜特別戦と七夕賞プロキオンステークスの振り返り反省会です。結果がこちら、そして2023年通算成績がこちらです。まずは土曜特別戦、猪苗代特別は本命エンパイアウエストが3着にとどまり、馬券的には外れ、先行できる3、4歳馬を好走条件に挙げていながら、内枠逃げ馬のオーケンボルトを指名できなかったのは大きな敗因です。マリーンステークスですが、やはり前走大沼ステークスの2頭が1着3着、副賞とワイドが的中となりましたが、人気馬同士であり配当的にはいまいちでした。2着のルコルセールを函館コース実績だけで拾えるようにしないといけないでしょう。さて、七夕賞ですが、14着10着と散々な結果に。セーンハーデスは前走新潟大賞典組が過去10年で2着に2回来ていますが、これだけでさて買えたかどうか。ただ、ややも不良馬場で結果を残していたフォーエミーズが3着に入っており、両馬場発表でしたが、やや重寄りだったのかなと考えれば、ある程度納得の結果です。プロキオンステークスも14着6着、こちらも惨敗でした。結果を見ると、中京ダート1400での結果を残している馬同士の上位決着、見るべきはその部分でした。ということで、今週の反省を生かして、来週は7月15日、函館2歳ステークスの予想をショートで、7月16日、函館記念の予想を動画で、7月14日深夜にお送りしたいと思います。それでは最後に、来週に向けての運試し、ハイローゲーム、どちらでしょう？ではでは、また来週。